そうですね、もう本当になかなか厳しい試合になったんですけど、もう途中からしっかり自分たちらしく、もう泥臭くでもいいんで相手のコートに入れるっていう気持ちだけを決めて、まあ、あとはもう本当に声援がすごく力になったので、その声援を力に自分たちらしいプレーができたんじゃないかなと思います。そうですね、本当にもうどんな球でも相手のコートに返すという気持ちで臨んで、本当気持ちで臨みました。あの2人とも長身のペアで相手でしたけれども、そのあたり対策であったりとかを考えてございました。やっぱりもう上げたらもうおしまいっていうゲーム展開になってしまってたので、もういかに甘い球を自分たちが低く、その自分たちの得意である低空戦に持っていけるかっていうのが大事だと思ったので、その相手のスマッシュからしっかりかわして、その中で自分たちの得意の低空戦っていうのがちょっとずつできてきたので、そういったところで最後勝てたんじゃないかなと思います。見ていても昨日外に比べて園田選手のレシーブもいいし、私もやりましたし、ご自身の中でその感覚が良くなってきているのはありますか？そうですね、昨日よりは、今日はレシーブできたと思うんですけど、本当に、どんな球でも本当に相手のコートに返すという気持ちで来ました。あれなんて次はもう準決勝ですけれども、この先の目標を教えてください。そうです、もう相手はもう強いペアだって分かってるんで、もうあとは声援を力に変えて、今日より明日の方がいい試合できるように、2人でまた頑張っていきたいなと思います。そうですね、本当にもう強い相手なので、気を負うことなく自分たちらしいプレーをしていこうと思います。代表賞ですが、いかがでしょうか？すみません、お願いします。なかなかその主導権が握れそうで握れないというか、本当に我慢我慢でしのいだという感じだったと思うんですけど、こういうのをしのげたということが、なんか収穫としては何かありますか？自分たち的に、精神面とかかもしれないですけど、こういう我慢でも物にできたということは何か得られたものありますか？そうですね、やっぱりもう勝つのが一番大事だと思うので、もういかに泥臭くでも本当に返していれば相手はミスしてくれるかもしれないですし、そういった部分ですごく気持ちの面で負けてなかったっていうのはすごくいい部分じゃなかったかなと思います。そうですし、思うようにレシーブできない時もありましたけど、我慢で何とかものにできたっていうか、気持ち的にはこういうのをものにできたっていうのは少しずつは陳列に重なってきてる感じですか？そうですね、もう本当に畑島言いましたけど、本当泥臭くでもいいので、どんな球でも返そうという気持ちがやっぱりその球に伝わって いってるんじゃないかなと。ありがとうございました。他いかがでしょうか？ありがとうございました。